皆さんおはようございます。ダーは TV を聞いてください。サッカー J2 から J1 に昇格した、あの、初昇格したマチア・ゼルビアご存知でしょうかその話をしてます。マチア・ゼルビアは確かに昔は貧乏でしたが、今は、えー、禁でございます。アメバ TV とも契約を結んで、さらにスタジアムも色々買収してです。はい。いやー、確かに J1 も昇格しそうになった年もあって、昇格したかと思ったら資金とか人数が足りないから条件が満たずに結局見送られましたね。今年いよいよ、 夢の舞台、来年いよいよ夢の J1 昇格です。監督は、えー、黒田監督です。J1、J2 屈指のタレント勢獲得し、元日本代表、太田浩介も獲得した町田ゼルビアは本当にいろいろ変わったもんでございますね、はい。やっぱり町田ゼルビア、見違えるほどチームは変わってますね。当時、ポポビッチ監督とか今いましたけども、今の町田はあの青森山田高校の監督、黒田監督がやはりすごいです。黒田の再配はやっぱり驚き。 J2 で初優勝したのは本当にびっくりぽいや。はい、以上です。バイバイ。